皆さんこんにちは、かげとです。今回もね、もっと生物テイムしに行きたいなと思います。でね、今回もちょっと目つけてるやつがいるんで、そちらをテイムします。それがね、はい、こちらですね。はい、リゾダスです。前々回ね、テイムしようとして失敗したやつなんですけど、今回はね、こいつにちょっとリベンジしたいなと思います。はい、とりあえずね、一回ちょっと罠はめていこうかなと思います。でかすぎる、相変わらず。よし。そして痛い、すごく痛いけど OK。 よし。あー、もう出血が痛い。出血は痛いわ。オキサライアはめっちゃ近くに来るわ。ちょっといろいろ怖いんで、ちょっと周りのやつ排除してからこっち来るわ。まあ、オキサライアがどういうやつかもちょっと今調べるか。ギガノトに敵対するんだったら、もう、あれ、索敵範囲というか、敵対範囲は、スピノと一緒だと思うけど、あら。あ、敵対しないな。あ、じゃあスピノみたいな大型恐竜っていうわけではないんだな。でも正直、お前見た目怖いからしね。うわ、デイノケイルス、でっけえな。はい、とりあえずね、罠にはめましたと。なんで？なんか出てきたんだけど、はぁ？意味わかんねえ。うわ、だいぶ削られてる。俺がいろいろオキサライアとか、ちょっと相手してる間に、うわ、めちゃくちゃ削られてるじゃん。これあれだな、ちょっと罠にはめてから説明すると、ちょっと遅いかもしんないんで、まぁ、ちょっと今、ここでね、罠にはめてる前提でちょっと話していこうかなと思います。まぁ、あのリゾダスなんですけど、まぁ、そいつのね、テイム方法を視聴者さんからね、教えてもらったんですけど、なんでもね、あいつには幼年期とか少年期っていう、まぁ、子供がいるらしいんですけど、そいつをね、昏睡テイムさせるのが、まあ、一般的なやり方らしいんですけど、まあ、私ね、ちょっと、ここで疑問を感じまして、俺がね、見た海外の人の動画ではね、大人のリゾダスをね、テイムしていたんですよ。はい。まあ、そこでね、俺ちょっとムムってなっちゃって、まあ、もちろんね、視聴者さんが間違ってるっていうことではないんですけど、まあ、そこでね、ちょっと俺、ウィキを、じっくりね、読んでみたらね、とあることがね、書いてたんで、ちょっとそちらを読みたいなと思います。リゾダスは、アディショナルクリーチャーズに最初に追加されて以来、TLC を受け取りました。これにより、新しいモデルとアニメーションが提供されるだけでなく、ステータス、能力、および飼いならし方法が完全に見直されました。TLC は全体的にはるかに強力になり、若い個人を見つけてノックアウトするという元の方法と比較して、新しいノックアウト方法を提供しましたと。はい。これはつまりどういうことかというと、まあ、さっき言った、まあ、子供のリゾダスをテイムする方法プラス、さらにあの大人のリゾダスもテイムできるようになったというわけですよ。はい。まあ、なのでね、その方法が、あるんですけど、その方法をね、今説明したいなと思います。その手順っていうか条件がね、二つありまして、一つが、まあ、水の中にいること、リゾダスが水の中にいること。で、二つ目が、腐食性の酸に侵されているということです。はい。皆さん、腐食性の酸と言ったら、ちょっと記憶に新しいんではないでしょうか。そう、まあ、前回テイムしたコンカベナトル。あいつがね、腐食性の3というデバフをね、持っています。それを、このリゾダスにつけることで、まあ、気絶値が出現して、昏睡できるようになるらしいです。はい。まあ、そういうことです。はい。まあ、俺がね、参考にした海外の人の動画でもね、コンカベナトルを使っていたんですよね。正直見たときはなんでコンカベナトル使ってんだろうなーって思ったんですけど、まあ、これでね、ちょっと画点がいきましたね。点と点が線になりました。なのでね、コンカベナトルを使って、気絶値を出現させるっていうね、まあ、
めちゃくちゃ斬新なテイム方法となっています。はい。まあでもね、リゾダスは水の中にいるとご覧の通り金属でもダメージを与えてくるんで、ちょっと時間の勝負になるかなと思います。なのでちょっと今ここで説明しておいて、で罠にかかったらもう迅速にテイムを進めるっていう感じでやっていきましょう。とりあえずね、一旦修理しておいてまた次に備えよう。よし、はい、閉じ込めたら本家ベナトル、噛んだすると痛え。でも、あ、出た !3万。3万だって、うわ、マジか、きっつ。でもやるしかない。このチャンスを見逃すな。問題はこれ侵されてる間だけなのかな。腐直性の3って、あれなんだよ。35秒間だから、35秒間だけしか気絶値上がんないのかな。ちょっとそこのところわかんないな。そもそもこいつなんか、3のエフェクト出ないしな。しかも沼地だから時々音が飛ぶ。ほんとこれ嫌いだわ。音が飛ぶ現象。どう?あ、うわ、なくなってる。あー、やっぱあれか。って言ってな、出血が痛え。だから35秒間数えつつやんないと。噛んだ。でも大丈夫?これで、あ、オッケー。気絶値はちゃんと蓄積はしている。で、そう。で、そこ、リゾダスはね、ダメージ 40% カットしてんのよ。で、地味に眠りにくいってのもまた、えげつねえな。てか、コンカベナトルクソうるせえな。だってあれな、35秒数えつつやっていかないとダメだな。お、逃げたな。ついに逃げたか。当たんねえ。横からパクリ。これで。大丈夫かな?残り2万。でもいけるか。当てた、最悪のバグ。いって、ちょっと待って、抜け出したぞ!は、いや、もうゴリ押しですからね。もうこういうのゴリ押ししかねえ。もうゴリ押し。逃がさねえからな、もうここまで来たんだ。絶対許さねえ。絶対お前を眠らせてる。あと8000ぐらいなんだ。あと8000なんだよ。逃してたまるか。あ、そうか。こいつ水の中じゃないとダメだった。だから、噛んで、こいつを水の中にやらないといけないんだ。水に浸かれ。そう。もうこれでやるしかねえな。やめろ、アンスラコ。あー、もう、最悪だ、もう。もう、最悪の悪だ。
やってらんねえな。いやー皆さん、諦めたと思ったでしょ？諦めないんですね。まあ、それ、なぜ諦めないかというと、はい。リゾーダス。見えない。リゾーダスレベル140。こいつをね、前回見かけてたんですよ。こいつのおかげでね、俺はもう一回チャレンジできる。逆を言うと、もうこいつが死んだら俺はもう終わりというわけです。はい。で、罠も作りましたんでね、リベンジマッチと行きましょう。んーで、さっきはね、罠なぜか抜けられちゃったんで、横にね、ゲートを設置しまして、で、ゲートの数もね、ちょっと増やしました。ね、ちょっと細長くなった罠となっております。これでね、次こそ成功を祈る。でも次はないわ。次はないから行く。というわけでやっていきましょう。よし。はい。まずは封じ込めることに成功。お疲れバリオニクス。そしたらコンカベナトルの出番だ。オッケー。はい、痛いけど仕方ない。そうだな、コンカベナトルに乗りながら撃とう。よし！来たー！はぁ、よかったー。ようやく眠らせれた。アイコンはダンクルなんだ。いやー、ようやく眠った。食料値低く、2900しかねえのかな。よーし、ようやく眠った。いやー、よかったよかった。一時はどうなることかと思った。それじゃあ飯を与えましょうか。で、こいつのご飯は特級キブルだけです。はい、それ以外は食いません。ステータス、体力8000あるんだよな。バチクソ強えわ。とりあえず25個与えれば OK でしょ。はい、あとはどれくらい食うかだよな。で、ほら、あ、これだよ、もう。水中に上がれない。陸に上がれないバグ。ほんと嫌だわ。一旦、こいつのタイム終わったらリログするわ。1個で17か。まあまあだな。よーし！リゾーダス！タイム完了！あー、よかった。いやー頑張った。久しぶりにめんどくさいテイムだったな。オッケーオッケー。じゃあ一旦ちょっとリログしてくるわ。あ、治ってるわ。あ、なんだ、普通になんか治ったわ。あ、なんか治ってるわ。なんで？急に治ったわ。どういうことだ？まあいいや。よし。じゃあ出てこい。リゾーダス。そしてサドル。サドルはカプロスクス。
アイコンがカプロスクス。で、ステータスはこんな感じ。体力1万超え。重量もなかなか、スタミナもなかなかと。非常。ダーをなかなかの速さだな。うん。よし、じゃあとりあえず性能紹介やっていきましょうか。はい、陸に行きまーす。おーい。でっか！ほんと、ワイバーンと比べてもね、めちゃくちゃでけんだよ。さすがだな。ちなみにこのリゾダスっていうのは、ウィキによると、歴史上最大の淡水魚と言われてるらしいです。うん。まあ、そらそうだわなーって思うな。はい。それじゃあ早速性能紹介していこうかなと思います。こいつね、結構技あるんだよな。まあ、順々に見ていきましょうか。まず。はい、噛みつきですね。まあ、これは特に意味のないやつ。まあ、普通に攻撃を与えるだけのやつ。で、次、充電。これ水の中限定っぽいな。ちょっと待って。はい、水の中入ります。充電。何今の？ちょっと待って。めちゃくちゃ早かった。これ前方にチャージして2回ヒット。すべてのストラクチャーにダメージを与える。ストラクチャーって何すか？聞いたことねえんだよな。ストラクチャーに 3.8 倍のダメージを与える。なんだそりゃ。陸だと使えないな。ちょっと水中だな。充電を使うと、わからん。まあ、でも、こんな感じで移動ができるって感じかな。一時期に加速できるって感じかな。まあ、なんか、2回ヒットダメージ与えれるらしいけど、まあいいや、そこは。そこはまた別の機会でということで、お次はスラッシュですね、スラッシュ。スラッシュ。これですね、尻尾ビンタ。これは陸上で3回、水中で4回ヒットする非常に高いノックバックがある攻撃らしいです。で、多少のクールタイムはある。うん、ほら、こんな感じで多少クールタイムあるけど、そんな気にするようなもんでもないな。んで、次だな。こっからキーボードだな。ちょっと俺は。コントローラー勢の俺はキーボードだな。X キーで、リッピングバイト。あ、これクールタイムあるやつだ。あ、結構クールタイム長いな。特にクールタイム表示はされてないか。このリッピングバイトは2回ヒットで出血を与えます。はい。まあ、俺が何回か食らったやつですね。うん。で、多分この出血はアロサウルスと一緒かな。鈍足ついたから。鈍足プラス10秒間に相手の HP を 5% 削るやつだと思う。まあ、そこまでは書いてないんだけど、鈍足で出血って言ったらアロサウルスだからな。だからその効果で合ってると思います。で、左コントロールで、はい、方向です。はい、意味はない。で、最後だな、スペースバーで、ジャンプ。おほほほ、すげえ。めっちゃ飛んだ。すっごい飛んだ。で、このジャンプは非常に高いスタミナコストと、高いクールダウンを持ってます。なので結構、あ、なるほどね、スタミナを結構使うけど、うん。高いジャンプはできると。で、確かにクールタイムはちょっと長いな。でもすげえな。魚でこのジャンプってやばいでしょ。ああ、で、今、ここに、ティタノミルマドローンとか、ソルジャーいるけど、敵対されないってことはお前、大型恐竜扱いなんだな。結構地位の高いやつなんだ。まあ、魚なんですけどね。じゃあ、噛みつきいきますか。207。なるほど。まあ、でも普通に素で207って普通に強くねえか。んーで、リゾダス先輩は、
入ってくるダメージの 40% しか受けません。はい。まあ、俺ちょっと少し前にね、40% カットって言ったんですけど、間違いで、入ってくるダメージの 40% しか受けていないってことは、つまり 60% カットです。はい。まあ、なのでダンクロステースと一緒ですね。うん。普通に強いわ。装甲もあるっていうね。で、リゾダスは以下の恐竜から受けるダメージが増加する。ダンクロステウス、ギガノトサウルス、ティタノサウルス。この3体から受けるダメージがめちゃくちゃ痛いです。はい。なんでこの3体なんだろうな。こいつがいた時代の、なんで強敵とか、そういうやつだったのかな。まあいいや。で、リゾダスは以下の影響を受けません。感電子。多分これクラゲとか電球ウナギのやつ効かないってことでしょう。で、放射線。放射線っていうのはアベレーションのとこ、奥地にある、放射能のところかな。まあ、正直、そこにこいつで行くかと言われたら微妙だな。で、ベノム。なんかベノムっていう状態異常もあるらしいです。まあ、これはもっと限定のやつかな。まあ、そういう状態異常を使う敵も出てくるってらしいです。で、ブリードって書いてるんですけど、こいつは普通にブリードはできるらしいんでね。水中の中で限定でブリーディングができる。まあ、なので陸の状態ではブリーディングはできないと。いう感じですね。はい。以上がリゾダスの性能となります。じゃあちょっと実践編やっていきましょうか。ちょうどここにね、キャマラサウルスがいるんで、やっていきましょうか。噛みつきはさっきやったから、充電は水の中限定なんでスラッシュ行きましょうか。スラッシュ、高いノックバックのスラッシュ行きまーす。後方。まあ、でも、後ろに回られても意外といけるっていうね。おお、すげえ。あの巨体をノックバック。はい。おー、いいね。まあ、相手を寄せ付けないで倒すっていう。はい。んで、リッピングバイト。弱っ。そういうのは、ティタノと同じモーションだな。リッピングバイトいきます。2回ヒットの出血。めっちゃ血出てる。本当にお前の血か？お前の体以上の血出てるけど。ぶっしゃぶしゃしてんだけど。やば。で、それ以外は特になしか。じゃあ、死にな。リッピングバイト。強いな。じゃあ、ちょっと水中行ってきますか。よいしょ、よいしょ。まあでも、陸上は遅いけど、でも、水陸両用としては、普通に使えるんじゃないかな。お、ちょうどメガロドンさんいるじゃないですか。じゃあ、行きます。充電。264。なるほど。まあ、微妙かな。まあ、あくまでこいつは急加速するために使う感じかな。うん。よいしょ。例えば、水中でジャンプはどうなるんだろう。はい、今、中にいるけど。あー、なるほどね。水中ではジャンプできないと。あくまで陸でしかジャンプはできない。という感じですね。はい、以上リゾダスでした。うん、最後噛んだな。はい、ぴょーん。非常に面白いね。特にでかい魚ってほんとワクワクするわ。シュノサウルス。なんだこいつ尻尾が軽やかだな。てか、このもっとこういう、ブロントとかそういう、獣脚類？竜脚類だっけ？そういうやつ多いな。大型草食の形をしたやつが非常に多い。お、出た。ロジャサウルス。前もここにいたな。まあでも、お前固定脇なのかな？まあ、ここら辺に普通にいるっていうことなんでしょう。え？あ、出た。
入りたとる。ま、なんか方向してくるバリオニクスみたいなやつだな。なかなか高レベルに出会いないと。おお、ダスプレートじゃん。よう、ダスプレート。久しぶりだな。こんにちは。こいつは普通に手渡しでいいからな。手渡ししてやれば OK。ただお前クールタイム長いんだよな。まあいいや。とりあえず、あ、邪魔。やべ、持ってかれた。そして画面が固まった。まずい、持ってかれた。助けて。いや、セルフで食われてる。セルフで食われてるよ。ちょ、あー、危ない危ない。はい。まあお前クールタイム長いから、少しばかりお別れだ。達者で暮らせよ。ディノクロクタ。まあ、ヒエノドンみたいなやついんな。まあ、おそらくヒエノドンみたいなやつなんだろうけど。おー。早速、第一新しいモッド生物発見したね。ヒエノドンと比べてでかいな。ああ。なるほどね、こういう。なんじゃそりゃ。普通に襲ってくるんだ。なるほど、なるほど。まあ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 。まあ、今は許してやろう。で、なんか、砂時計マークあるんだけど、俺時止められてんのか。ちょっと待って。この状態は、can't be start read。わかりません。まあ、なんかの状態異常なんでしょう。お、ああ、出た。お前はちょっと見たことあるな。え？違う。トロサウルス？見たことねえやついる。あれはバンゲラか。トロサウルスだって。トロだよ、トロ。寿司のネタかと思った。すげえ、めっちゃ古代感あるティタノだ。ティタノじゃない。トリケラだな。トロサウルス、でかいな。え、でかくね？普通に。普通にでけえ。あ、お前は？ああ、バラウルか。相変わらず間抜けな面しとんな。え、トロサウルスだって、え、いいじゃんいいじゃん普通に。めっちゃ、なんかいいわ。よし、とりあえず2種類くらい見れたんで、帰りましょう。なんかいる。ここでちょっと新しいの見ちゃったよ。ちょっとダスプレートのクールタイム待ってたら、なんか変なやつティラノ襲ってるなーって思ったら、エレファントサウルス。あ、エレファントサウルスってゾウかなと思ったら、本当にゾウだった。牙と鼻がちっちゃいゾウいたな。よし。はい、というわけでね、今回は巨大淡水魚のリゾダスをね、テイムいたしました。うん、いや、本当にね、テイムできてよかった。もうめちゃくちゃ苦労した。うん、もう最初のやつがね、死んでからね、もうどうしようかなって思ったんですけど、まあ運よくね、ちょっと2体目をね、あらかじめ見つけておいたんで、まあちょっとリベンジにね、成功しましたと。うん。いや、ほんとよかった。もう久しぶりにね、達成感があるな。うん。で、性能としてはね、まあいろんな技が使えるし、で、あと水中とか陸上でもね、戦えるっていう、なかなか万能な魚となっています。うん。で、感電もね、無効にしてくれるんで、クラゲとかにね、怯えずに、水中とかも探索できると。うん。まあ、ただ、なぜこいつが当たり前のように陸の方に上がれるのかっていうのは、
まあ触れないでおきましょう。まあね、多分昔の魚とかも、あれ、昔は普通に陸に上がれたっていう話を小さい頃本で読んだ気がするんで、もうおそらくそういうことなんじゃないかなとは思います。はい。まあ、あとまあこんな感じでね、無事テイムできたということで、ここまでにしたいなと思います。いやー、本当に良かったです。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。